回収された打ち上げ前の SCP-1958 の写真。アイテム番号、SCP-1958。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、サイズの小ささと地球からの長大な距離により、SCP-1958 は現在、財団の直接的関与なしで事実上の自己隔離状態にあるとみなされています。SCP-1958 が観測されたことを察知し、その蘇生及び軌道に関する情報が出版されることを阻止するため、財団は専門家及びアマチュアによる天文関連出版物の監視を行っています。2000年、月、日、3名からなる財団月面施設に、A の調査チームが、SCP-1958 に到達及び侵入し、積載物のリスト作成及び監視装置の設置に成功。同時に各種成分が回収され、異物は注目に値すると判断されました。説明。SCP-1958 は、195年製フォルクスワーゲンタイプ2サンババス、しばしば、マイクロバス、と呼称されます。で、現在は太陽からおよそ 1.4 天文単位、2.08 億キロメートル、火星軌道に近い惑星間空間に存在しています。2000年に財団が監視を開始して以来、SCP-1958 はおよそ時速 130km の等速や、等速で太陽から遠ざかっています。車体下部の冷却水管が破断しているのと、リアフェンダーに小さなエコミがあるのを除けば、重大な損傷を受けているようには見えません。SCP-1958 の側板には、星間自動車、と、待ってろアルファ、ケンタウリ、という英語のフレーズがスプレーで書かれています。解析の結果は、SCP-1958 の軌道は、およそ3720万年の地には恒星アルファ、ケンタウリ A 付近に位置していることを示しました。SCP-1958 は徹底的な販売後改造を受けています。キャビンとエンジンルームは機密化されており、後部ドア付近の使用区画ハイアロックに換装されています。本来のガラス窓は飛散防止アクリルに変えられており、外部表面はスペースデブリの貫通をほぼ防止する未知の化学添加物で処理されています。燃料区画に置き換えられたガスタンクは、SCP-1958 が地球をたった日から数十年の地まで発達しなかった、編集済み、の高度な理論に基づいていると考えられます。ドライバー用の運転装置あるいはダッシュボードの計器は変更を加えられていません。探査中、調査チームは、ある意味では地球上で運転される車両と同様に、ステアリングホイール、アクセル及びブレーキペダル、シフトレバーがスピード及び方向を変更する機能を果たしていることを指摘しました。探査により、SCP-1958 のキャビン内で次のような異物が発見されました。成人男性の白骨遺体、推定年齢21歳。カリフォルニア大学サンフランシスコ校に在籍中、195年夏に行方不明になったと報告されたウィリアム、と身元が判明。生体でメスの家猫、フェリス・シルブストリスカチュス、の白骨遺体。法医学分析の結果は、猫は死亡時に妊娠していたことを示した。4組の携帯用毛布と枕。1950年代後半のアメリカ若者文化における典型的な衣類の備蓄。男女混合で数名分。一部は空になった乾燥食品の備蓄。残存量は成人4名でおよそ3ヶ月分。尿、糞便、汗からの飲料水リサイクルオイとされた化学トイレ及びろ過設備。排出された二酸化炭素をキャビンから除去し、エンジンの排気物として散霧される酸素を導入する換気システム。数チグサの在来植物の種子及び数ダースの家畜及び家畜化動物の凍結乾燥受精卵からなる種子銀行。大麻の残渣が付着した水パイプ。注射器及びからの薬瓶一つずつ。化学分析では、薬瓶と注射器はヘロインの保管及び注射に使用されていたことを示した。SCP-1958 のエンジンに加えられた改造に関する青写真及び技術図。アコースティックギター一つ。ボンゴドラム一組。印刷物と手書きの製図のセット。下記の書籍。ホエル、と他の紙片、アレン、ギンズバーグ著。路上、ジャック・ケルアック著。詩集1934、1953、ディラン、トマス著。無題の歌集。いくつかのオリジナル楽曲に加え、ウディ、ガスリー、ピート、シーガー、ハンク、ウィリアムズの歌謡の歌詞及びギター、タブラチュアを収載。宇宙船ビーグル号の冒険、A、E、アン、オークト著。宇宙警察ジャック、プロトン、MK シュナイダー著。
衝突する宇宙、イマヌエル、エリコフスキーチョ。ダイアネティックス、エル、ロン、ハバードチョ。宇宙の兄弟たち。銀河系の隣近所へのガイド、アブラクサス、ハニーチリ、ジャクソン市長。ウィリアム、によるものと鑑定された手書きの日記。SCP-1958 が、地球上を出発した手段は不明です。警察の報告や新聞のアーカイブの調査によれば、195年7月4日の夜、独立記念日の花火展示中に、サンフランシスコ住民によって花火では説明できない、眩い光、と、ソニックブーム、が報告されました。の急遽は、1975年に新しい建物を建築するために撤去されました。生存していた友人や親戚は、お、ビートニク、つまりカウンターカルチャーのサークルや左翼主義で活発に活動し、新宗教運動、例えば超越瞑想、インドの神秘カメヘル、バーバーの教え。サンフランシスコの第1、第5教会を道楽半分に次々と渡り歩いた人物と描写しています。ウィリアム、の日記の抜粋を隠す。5、2、3、今日バスを買った。頭金を作るために、俺たち4人は持ってるものほとんど全部敷地に入れちまった。ジェリーは完璧だって言った。俺たちには十分な広さ、めちゃめちゃ詰め込める室内。ジェリーは2、3ヶ月もあれば準備できるって言った。でもスーザンは、出発前に卒業したいから夏くらいまで待ちたいって思ってる。まあ時間はたっぷりあるさ。いたん、とか言ってフィフィストの石頭どもに蹴り出されたのが、まだ昨日みたいに思える。ジャクソンは間違ってる、エッカースは間違ってる、ランドは間違ってる。そう言ったら、連中笑いやがった。魔法は天国にある、ああそうさ、でも俺は、9時から5時まで働いて、天国が来るまで待ってるつもりなんかない。俺たちはやってやる。天国はあそこにある、そうさ、天使を待ってるだけなんだ。5、7、4、打ち上げだ。宇宙で最初の人間だ。ざまあみろ。フルシチョフ。今日は独立記念日さ、人類が支配だの法律だの銀行だのを気取り始めてから史上で、初めて、のためのな。俺たち4人は宇宙にいる。これが本当の自由ってやつさ。めちゃ綺麗だ。地球はバックミラーの中でだんだん小さくなってく。地下って言うけど、車は全然動いてない気がする。でもジェリーは時速82マイル、約中。時速 131km、で動いてるっていう。こんなとこで寄ってくるトリコーなんかいやしねえ。ジェリーは言ったよ、アルファ、ケンタウリに着くまで、最高の4人で3週間ってね。俺たちはライトを点滅させて、母なる地球に最後の挨拶をした。5、7、7。まだモトローラで AM を聞いてると思ってるかい？宇宙空間はロックだぜ、すげえ。5、7、9。今日、ビールを飲み尽くした。ビールがたった7本しか残ってないことに気がついたんだ。オリンピアが4本、レイニアが2本、クアーズが1本。その時、サムが朝飯のついでにパカッと開けた。俺たちは昼飯のついでに開けてやった。スーザンの飼い猫のミリーにさえちょっと飲ませてやった。出発してから、ミリーが少し太ってる気がする。ビールがなくなってみんながっかりしたけど、まあいいさ。すぐに着陸して大麦を育てるし、そしたら次の年には俺たちブランドのビールを作るってわけだ。5、7、16、ジェリーが死んだ。みんなで歌ってる間に何かがぶつかった。ジェリーは、多分宇宙の塵だろうって言ったけど、外に出て調べてみるつもりだった。あいつはスーザンが作った宇宙服を突っ込んで、外側を登ってった。戻ってきた時、また何かぶつかって、あいつは手がかりを失っちまった。ジェリーが漂流し始めて、スーザンとサムが絶叫した。俺は車を回そうとしたけど、クソ。ああ、操縦の仕方なんて習ってねえ。下に道路がある時だって、ボートみたいな操縦をするんだ。ようやく捕まえた時には、ジェリーはもう死んでた。スーザンは泣き止まなかった。着いたらすぐに結婚するつもりだったんだ。俺はちゃんと免許を持ってるし、自力でなんとかするつもりだった。車をコースに戻した後、スーザンが眠れるように薬を飲ませなきゃならなかった。俺たちがもう半ばまで来てるのはいいことさ、もうすぐこの狭苦しいマイクロバスから出られる。そしたら元気も出るさ。5、7、19。朝、俺たちが起きると、スーザンが死んでた。注射針が、まだ彼女の腕に刺さってた。どうやってスーザンがたっぷりヘロインをぶち込めたのかわからねえ。あいつ、マジで一度も触ったことなかったんだ。
サムがスーザンをエアロックから送ってる間、俺はギターでアメージング、グレイスを弾きながら、短く別れを告げた。スーザンはきっと、ジェリーを見つけられるさ。5、8、23。おい、なんかおかしい。そろそろついてなきゃいけないんだ。でも窓の外にアルファ、ケンタウリなんか見えやしない。進路を間違ったのか、通り過ぎちまったのか、俺は星図なんか読めない。ジェリーがこのクソったれの専門家で、俺の専攻は哲学なんだ。サムも俺も、病気にかかっちまったみたいだ。弱ってきたし、身体中に斑点ができてる。サムは食うのが辛いらしくて、昨日は歯が抜けちまった。猫を何日か見てない。でも、何かマジで嫌な匂いがする。どこかの後ろをうろついてて死んじまったんだと思う。早く着くことを願ってる。5、9、18。サイドウィンドウから月が見える。おい、おかしいぞ。まだ月さえ過ぎてなかったのか、ジェリーのやつ、数学が壊滅してやがる。俺たちはたどり着けやしない。もう帰ることもできやしない。もう一度だけ月を見て、カーテンを全部閉じた。サムに知らせることなんかできっこない。あいつはもう、食い物が喉を通らなくなってるんだ。俺自身、あんまり良くないけどな。5、9、23。俺は、もう一人ぼっちだ。今朝サムが死んだ。あいつ、最後はほとんど座ることも見ることもできなくなってた。サムが、もう着いたかどうか聞いてきた？俺は言ってやった。ああ、そうさ、明日には着く。そしたらゆっくり休めるさって。本当のことを教えるなんてむごい真似、できるわけないだろ。最後に、ディラン、トマスの、そしてシワ覇者にあらず、を読むように頼まれた。俺が読み終えた時には、すでに目は閉じてた。もう二度と開かない。言った後、サムの身体をエアロックから押し出した。俺が死んだ後、見送ってくれる奴は誰もいやしない。5、11、3。ああ、星はすげえ綺麗だ。